ごきげんよう、ごきげんトークの宮崎文隆です。今日は2021年9月の26日日曜日です。今日も秋晴れになるようですね。今霧が結構立ち込めてますけど、今日も晴れるでしょう。今日は昨日ですね、JA 三好の毎月届く雑誌であるんですね、情報誌ですがね、届きました。これよく見てみますと、なんと佐久木町の橋本洋介さんが乗ってるんですね。これも若い時からまあずっと交流がありますけれども、まあ彼は酪農家で頑張っていたんですね。ちょっとこれ読んでみますとね、輝く人、地域で輝く人の紹介というので載っております。橋本洋介さん70歳、うおー70になったか。佐久木町で梨を生産販売する株式会社高丸農園で代表取締役社長を務める橋本洋介さん、地域をおこしにかける情熱や今後の展望を伺いましたというんでね、こういうふうに載っております。今70と書いてありましたが、若い頃ですね、まだ20代頃、三好で、県北やまびこというのがあったんですが、ボランティアグループがそこで歌声をやっておりました。喫茶店買って、その頃和田義治さんとかね、もう元気で田中和弘さん、私もその歌声行ってたんですが、その頃佐久木村といってたんですね、合併して佐久木町になったんですが、三好と合併してその頃佐久木村でした。その時ですね、そこから若いエネルギーがすごいあったんですね。安藤修二さん、仮想坂手の登録会の初代会長、そして坂根則之さん、今は民泊をやっておられますね、仏法僧のずっと観察とか保護とか今よくやってテレビによく出られますけど、それと橋本洋介さん、このまあサンバガラスというんですかね、佐久木村の元気の佐久木村を今から支えていくという、もうエネルギーガンガンの若い人が来ておりました。そしてそうですね、そういえばその3人の結婚式には全部行っていますね。いろんな形で関わっていっておりますね。そうですね。そしてそれから橋本洋介さんは農業を酪農ですよね、酪農で佐久木で頑張っておられました。そして佐久木にはですね、瓶坂といってこう坂がありましてね、 冬の時には雪でね、もう行くのがちょっと恐ろしいという感じで佐久木村があったんですが、もう今からもう何十年前になるんですか、トンネルが掘られましてね、三好から結構そうですね、30分もかからないぐらい、佐久木も大きいですからね、中心部へは30分かからないぐらい、行くようになりました。橋本洋介さんもトンネルを越えたすぐところにあるのでね、近くになりましたが、そして、なんとそれからですね、若田の酒とかいろんなことをチャレンジされました。そして NP 法人を作られてですね、これが佐久木の本当すごい地域おこしになってるんですが、これが NP 法人元気村佐久木、いいですね、元気村佐久木と言いますかこの NP 法人作られて、これの理事長なども務められておるんですけども、その NP 法人を作られて、いろんな高齢者施設とかですね、道の川の駅とか、あれは何の、川の駅とか、今の何だろう、工具ボートというんですか、あれは出てこないねのところも管理されたりですね、そこに温泉がついていたりですね、いろいろやってられる施設とかね、なおの前に
まあ、ようちゃんようちゃんと言ってるんですが、ようちゃんが案内してくれてね、うわすごいことやってるんだなと思ってね、もう作業を支えてるなってことを、まあ、ひしひしと感じてたんですが、今度はなんと梨ですね。梨は私たちの県北レクレーション協会の受講生として、先ほどの梨を作っている方がおられたんですが、その方もよく来て梨をね、おいしい梨を持ってきておられました。ですから佐久村には梨園が、まあ、あちこちにあるんだろうと思うんですが、この株式会社高丸農園と、まあ、高丸農園というのがもう経営もある難もあるし、人材もあるし、後継ぎもないことがあっても辞めるという時に、その NP 法人の銀木村佐久木がなんとか支えようということで、そしてその理事長をやっておられた橋本洋介さんがそこの社長になって、その佐久木の名産であると名物であるというか梨を支えていったというんですからね、素晴らしいですね。なかなか社長にまでなって、その名物もの、名物名産、名産名物、そしてその地域の産業になりますよね。まあ、雇用もとても増えますから、それで地域おこしをしようというんで最前線の実践、いやーこれには本当感動し、また感服ですよね。そしてその頃若手若手とずっと思ってたんですが、もう70、自分も年取ってるんですから、みんな年取るわけですけども、もうあの頃のこの若手の時の印象がすっごいあって、まあ、それから結婚されて、まあ、いろいろあるのもあるんですが、その佐久木村の若手がこの一番燃えてる情熱のある時の印象がすごいあってですね、それがずっと続いて70になってもまだ情熱が冷めてないという、この元気、情熱、やる気、まあふるさとに対する思いというんですかね、これがまあ今そういう思いがなくなった時代に、そのふるさとをみんなでやろうというその連携の取り方、それ仲間のこの手のつない方、そしてその絆の深さ、そこにやっぱり感動しますね。まあ、ぜひまた来上がったら梨を食べてみたいと思います。ではごきげんよう。